さて今日はサンクリストバルでも有名な日本人宿、あのカサカサ、これ私日本人の方の交流とかもちょっと楽しみに長期で予約したんですけど、なんとこのサンクリに住んでらっしゃる、4年間住んでいるという日本人の方にばったり道端で会いまして、その方の話を聞くと、もうカサカサは日本人宿じゃなくなったと、そういうお話聞いたんですね。で、それでも結構多分予約部屋数も多分あんまり多くないのか、あまり予約すぐには取れなくて、私10日後ぐらいに予約したんですよ、自分の滞在ついてからの10日後に。で、結構長期滞在で1週間以上予約をしたんですけど、日本人宿じゃなくなったっていうのを聞いて、だったら別に郊外じゃなくても他のホテルたくさんあるんで、キャンセルしたんですよね。有名な宿ですから、バックパッカーとか日本人の人たちにとっては、私もちょっと気になってますんで、いろんな噂があるんですよ。日本人の経営していた日本人ファミリーが追い出されたとか、そういう話も聞いたんで、引っ越したとかいろいろな噂があるんですけど、ちょっと私自身もちょっと気になるんで、ちょっと確認してみようかなと、わざわざちょっと歩いて郊外に行きまして、カサカサの宿に行ってみたいと思います。サンクリに来る日本人で、いろんなブログとかチェックする中で、カサカサっていうのはもう絶対出てくるワードなんですよね。シェア飯を食べれるとか、久しぶりに日本の手料理を食べれるとか、もちろん材料はこちらのものでだと思うんですけど、だいぶね、郊外に歩いてきました。どうなんでしょうね。もう今はだから日本人ファミリーはいなくなって、メキシコ人が経営してるという話ですけどね。どうなんでしょうね。はい。それでは、Let's check it out! さて、来ましたが、なんか全然空いてない雰囲気ですね。ちょっとせっかく来たんでね、訪ねてみましょうか。
てカサカサ、ご覧いただいた通りでございます。カサカサはですね、状況が随分変わってますね。まず日本人ファミリー、私もあの元々の状況を全然詳しく知らないんですけども、あの日本、多分経営されていた、運営されていた日本人ファミリーはもうすでに去ったと。でカン君の近くの町、なんちゃらカルメンつったかな、そこに引っ越したみたいな。あとはあのペインティングとかをするたかしさんっていう方は日本に帰ったとか、まあ、とにかく知られているような日本人宿ではもうなくなってますね。はい、2021年12月の中旬からはもう休暇に入ってクローズするということで、はい、ちょっとね、私もしばらく日本人と会ったりとか喋る機会も全くなかったんで、ちょっとこの沈没地であるサンクリでいらっしゃる日本人の方とかとカサカサで交流するの楽しみにしてたんですけども、まあ、それはちょっと叶わずということで、はい、残念ですがね、また違った楽しみがね、また違った形で、この街をね楽しんでいこうと思いますが、有名なカサカサは今は日本人宿ではなくなったということです。残念なのか何なのか、まあまあまあね、何事も変わっていきますから、はい、それでは。